ではまた、会場のお金さんも、はい、今目に見えたので、中段の3番目の黒い T シャツの方にお願いいたします。よろしくお願いします。神福岡から来た岡田です。結果が出ないときには、まあ、誰かが責任を取ると思うんですが、その責任を取る人は誰なんでしょうか。どういう責任の取り方をされるんでしょうか。まあ、簡単に言うと辞めさせるとかっていう話になっちゃうと思うんですが、そこに言ったら僕もあまりアグレッシブな質問しかない、したかないんですけども、社長さんがお辞めになるから、GM さんがお辞めになるから、監督さんがお辞めになるということをお聞きしたいと思います。どなたにお聞きしましょうか。最終責任は、まあ社長さんだと思います。はい、社長さん。はい、結果が出ないというのは当然対比するところは私は目標だと思います。定めた目標に対してその目標に到達できたかどうかという判断になると思います。これも最初、先ほど私話しましたけれども、その時の責任は何かというと、なぜ目標に達成できなかったのかというところをしっかりと考えて明確にして、次に進むべきステップを明らかにして、そこに対して進んでいくと、これが私は責任ではないかなというふうに考えています。いや、でもすみません、やめるべきかどうかというのは別の判断基準はあるかもしれません。それは我々よりも外部の人の判断基準はあるかもしれませんけれども、内部で我々が問うべきやつはまず第一にそこの部分だろうというふうに思ってます。でも優勝を掲げていながら結果的には J2 が見えてきてしまっているっていう大幅な下方修正に対しても誰も責任を取らないというのでは、おっしゃっているレッズスタイルの確立っていうのもそもそもおぼつかないのではないでしょうか。いかがでしょうか、社長。ちょっと、はい、先ほど話したように3つの視点で常に私は見ているつもりですといったような部分で、大きな問題点があったとしたらその時点で大きく舵を取るということはあると思います。それが今はそのタイミングではないと判断しているということでございます。補足しますと、1位ガンバ大阪との勝ち点差50、ガンバ大阪が勝ち点50なんですね。で現在浦和レッズは、13位で勝ち点28です。つまり勝ち点が22離れているわけですから、少なくとも8勝しないと優勝できないですね。しかもガンバ全敗っていう、まあ、非常に厳しい、条件なんですね。これを踏まえた上で、まあ、どのタイミングで判断するのかというのは、まあ、おのずと考えられるのではないかなと、私は思っていますが、今のところ社長は、しっかりとその3点について評価をして、決めるとおっしゃっております。Ich kann empfehlen, sehr auf die Gamba in der letzten Vergleichung. Gamba hat alle Spiele von 30 Jahren, ja, und hat 50 Punkte. Weil junge Spieler und 28 Punkte. Kommende Jahre staat jetzt boven de Gamba. Misschien niet jaar, maar daarna staat Rits boven de Gamba. En dat is ook resultaat. Nee, 一つだけガンバと、自分たちが今た位置に立ち位置にいることについて、今ガンバの、選手層を見ると、この先長くは続かないと思います。うちの選手層を見ると、ここもしくは1年2年でうちのチームは確実にガンバを追い越す確信を持ってます。自信に満ちてますね。まだ時間があります。質問を、はい、ではちょっと前の方で白い、方お願いします。あ、すみません、練馬から来ました西田です。先ほど の、 GM の説明で、レッズスタイルどういうサッカーをするかということで、前からプレスをかけてという話はよく分かったんですけれども、僕は
自分たちがボールを持った時にどのようにして、まあ、ブロックを敷いてくるチームが多いという中でそのブロックを崩すかっていうその方法論についてすごく聞きたいんですけれども、今のを見ていると、まあ、選手交代とかもそうなんですけれども、個人技に頼った選手を前線にボンボンと入れて点数を取りに行こうとする というよりは、僕はその、まあ、今後100年続くレッツの伝統を作るというためには、例えばそのベースがある中でここの部分がうまくいっていないからこの選手を入れることによってそこの流れをスムーズにしようとかいう、そういう選手交代であったりそういう部分の攻撃的なその考え方っていうのがどうなってるのかっていうのが全然分からなくて、そこが今のレッツのサッカーに一番不満なんですけれども、GM と監督にその部分の考えをお伺いしたいんですけれども、それでは GM からすみません、お願いします。ブロックを引いて守ってる相手に対してはまず一番最初にできるっていうのはブロックを相手が作る前に攻撃するということが一番最初の考え方だというふうに思ってます。例えば相手が攻撃を、まあ、ポゼッションしてボールをビルドアップしてくるときに、まあ、そこでできるだけ高い位置でボールを奪って相手が戻りきる前にショートカウンターで仕掛けるっていうのがまず一番最初の選択肢だというふうに思ってます。二つ目に初めてそこでブロックを作られた相手に対してどうやって攻撃するかっていうところに行くと思うんですけれども、まずやはりバイタルエリアっていうか相手のディフェンスラインと中盤の間のスペースをどうやって作り出すかっていうことがそのブロックを相手をブロックを広げるための一つの考え方だというふうに思っています。それはやはり中盤でボールをボランチとかにつけて相手の中盤の選手を引っ張り出してその間でボールを受ける、それは例えばトップ下にいる直樹の役目であったり、まあ、マルシオの役目であったり、中盤での相手が2人いるブランチの中で内側トップ下を持ってるわけですから、そこの3対2をうまく使って引っ張り出して間で、トップ下の選手がボールを受けるっていう方法と、それと当然相手のディフェンスラインと相手は引いてますからディフェンスラインとゴールキーパーの間にはそんなに大きなスペースはないんですけれども、時にはそこのスペースに入れて相手のディフェンスラインを下げておいてその間のスペースをうまく使ってブロックの間でボールを受けてシュートに結びつけるっていうのが一つの方法だというふうに思ってます。それとバイタルエリアに入れるとどうしてもサイドバックっていうのは中に絞って中央を固めようとするので、まあ、その時に今度サイドを使って、まあ、サイドを個人の力で破ったりサイドからの低いクロスであったり逆サイドへのクロスで攻撃していくっていうのがブロックを破る方法だと思ってます。これはもうペドロもミーティングの中でずっと話していますので、おそらく同じ答えになるんじゃないかというふうに思います。それでなんで一本アドロンかっていうんだと思います。もしみんなでエルタイマーストレスだけ人どんだたいサポートされて前節の試合は見ましたか。マゾーラいつも出てますか。そういう問題じゃない。それであればいつもということは用意してください。いつも同じ交代ということをもう少し詳しく名前を挙げて話してもらいます。話してもらえますか。選手が誰がということを、まあ、監督も前回のトークの時に個人名をあまり挙げたくないという話をしていたので、僕もあまり個人名を挙げたくないんですけれども、今の西中に GM のお話を聞いていると、やはりそういう、まあ、僕はその誰がいつも出ているとかそういう話ではなくて、前線の、まあ、やはりその今出てきてしまいましたけれどもマゾーラですとかそういった前の方のドリブルを得意とした選手ばかりを、まあ、
ビハインドがあったりすると、その選手たちを入れることによって攻撃を活性化させて点を取りたいというのが見えるんですけれども、それ以前に、まあ、例えば、何節前だったかちょっとバッと出てこないんですけれども、山田直樹が、まあ、あまり悪くはなかったんだけれども、前線の選手で点が取りたいから前半で変えたという、それは例えば今の梶谷 GM のお話を聞く限りですと、その選択っていうのはあまり考えられない話なのではないかな、まあ、悪ければ変えるのかな。おそらくそのゲームは直樹に変えて達也が入って2トップになったゲーム。すみません、ちょっとその辺Sorry, ik moet wel excuses doen. Ik ga gewoon niet wisselen zoals hij het wil. Kijk, ik vind logisch is als je achter staat dat je aanvallen erin brengen, niet linksback of rechtsback wisselen. Dat is één. En daarbij gaan wisselen als technische staf een team voorbereiden die in de selectie heeft 18 spelers. Van die 18 zitten. Keeper op de bank, zit middenvelder op de bank, zit back op de bank, zit centrale verdediger op de bank en twee aanvallers, soms drie aanvallers. En ik vind niet meer dan logisch als je achter staat dat je aanvallen erin brengt. En waarom heb ik Naoki gewisseld? Omdat Naoki is gewoon middenveldspeler en breng je aanvaller om kansen te vergroten dat je doel kunt maken, dat je terugkomt. Dat is de achterliggende gedachte. En ik denk dat wij deze jaar, want hij zegt iedere keer hetzelfde, is niet hetzelfde. Ligt eraan aan de stand. Ligt eraan uit hoe je, sta je achter, sta je voor. Dus daarom wil ik wat concreet gewoon doen. En ik ga gewoon wisselen zoals ik denk dat er moet gewisseld worden om wedstrijd te winnen. Dus soms komt Naoki erin, soms komt Zero erin, soms komt Takasaki erin, soms komt Mazzola erin. Soms komt Schutto erin, soms komt Keita, Joske erin, die was op de bank, dus niet altijd hetzelfde. Dus dan moeten we wel even een beetje concreet zijn. En ik denk dat wij hebben alles geprobeerd. Soms komt Harakazuki erin, dus het is niet altijd hetzelfde. Het ligt eraan aan de stand van de wedstrijd. En dat vind ik niet meer dan normaal als je achterstand dat je spits erin. En als dat Naoki niet speelt, ja, waarom speelt Naoki niet? Als de Marcio niet speelt, waarom speelt Marcio niet? Als de Cero niet speelt, waarom speelt Umesaki niet? Als Umesaki niet speelt, waar is de Cero? Oh, Ranko speelt niet, speelt Hara. Wij kunnen alleen maar 11 opstellen. En wij proberen als technische staf, Hirose, Chuchi, ik en Adri, gewoon de beste spelers te opstellen en het beste team te maken in de stad. En dat is niet altijd hetzelfde. まずはじめに、自分たちは常に試合の流れを見て、勝つために交代を行っていることは一つ、その中で、サブに入るメンバーは7人、その中でしっかりどんな状況を考えてもキーパーだったりサイドバック、センターバック、ミッドフィルダー、攻撃陣のサブを入れないとどんな状況にも対応できないと思います、そう考えると、まずそれぞれのポジションには限られた選手がベンチに入って交代の枠っていうのも限られてる。でもし自分たちがリードされているとだって、そして攻撃的な攻撃陣をもう一枚入れて攻撃をしないという時に、ベンチの中を見てその攻撃陣の中を見てそこで使っているという考え方、攻撃にリスクを負うのにサイドバックを入れるとかそんなことはないと思います。でそういったことから少し似たようなベンチから攻撃陣を選ぶとしたら1人か2人から選ぶという考え方になります。その中で、直樹の交代であれば、直樹はミッドフィルダーであってボールをつなぐ選手であって、攻撃に特化した選手を入れる、自分たちがリードされているのであればそういう選択肢も取るということで、考えてもらって構わないと思います。時には直樹であったり、セルヒオであったり高崎だって時には交代で入る時もあります。小島シュートが交代で入る時もあります。柏木陽介が、試合に出てない時も交代で入った時もあります。原和樹が交代で入った時もあります。常に自分たちはその時に、ベースのメンバーを考えて試合の状況でリードしているのか負けているのかで入れる選手も変わってくるはずです。常に同じ交代というわけでは
ないかと思います。その中で、この質問というのは非常に、難しいかと思いますが、いろいろな人から直樹が出ると、直樹を何で出さないのか、マルシオは何で出さないのか、でセルヒオが出ると何で梅崎が出ないんだ、でも梅崎が出ると何でセルが出ないんだと、それぞれいろんな人からそういう質問が出るんです。非常に難しい、答えにするのは難しいと思います。攻撃的な交代であれば、データを見ていただければ、攻撃的な交代を知ってその入った選手が点どれだけ点を取っているかと見ると、そこまで悪くない交代だとは思いますが、袖からカンペが出まして、あと2問と言われましたので、全て会場から募りたいと思います。はい、ではじゃあ一番前の白い方お願いします。お世話になります。このような今回高校の時だってことで始まったのは私入部降格で1999年、それをきっかけに2000年に始まった語る会として始まったと記憶します。ただそれからもう11年ですか経ちますが、クラブ規模が大きくなっているにもかかわらず、会自体形式も時間等も全く変わらないっていうのが現状になります。ですから例えば 1,2 ヶ月に1回人数やテーマとかを絞ってディスカッションしてみたりですとか、それができなければ今回たくさん質問が来ているということなので、ウェブページを使ってですね公開していただいたりとか、できることはあるんじゃないかなと思います。オープンにできることは、IT なんか利用してですねファンサポーターにもう少しオープンにできることはオープンにしていただければと思います。意見でしょうか。提案に近いものですね。これは誰にことを、社長さんそういう意図は、意欲があるかと思います。はい、分かりました。ちょっと私の方からお答えします。今日のこの状況については、先ほど最初のところで司会からもあったようにインターネットラジオとかできるだけ多くの人に提供できるようにということは考えているつもりですし、当然後ほどクラブのホームページにも掲載はするつもりです。でクラブの状況とかチームの状況に関してはタイムリーに今年度の方針に沿って今どういう状況になっているかというようなクラブの見解については皆さんにお知らせするようにしますということで、今シーズンも確か6回ぐらい、これまで6回ぐらいだと思うんですが、早稲田に GM に対するロングインタビューというような形でホームページには掲載させていただいて、従来よりもその頻度はずっと上げているつもりです。ただ今ご提案いただいた内容に関しては私自身もできる範囲内で対応を検討していくべき内容だろうと思いますので、どういった方法がいいか別にして貴重なご意見として、ね、承って検討していきたいと思います。